部分再利用トストのスペースシャトル使い捨てトストのサターン IB 二段式宇宙輸送機は二段のみで衛星軌道に到達する多段式宇宙機である2ステージ2オービットのわけでトストと略す一般的なロケットの多くもトストであるが単段式宇宙輸送機と比較する文脈で用いられる極のため再使用可能な二段式ロケットを意味することが多い 本校でも完全内視部分再利用型のトストについて述べる。なお、3段になる場合は3ステージ2オービットと呼ばれる。トストは完全再使用機を2段構成にすることでスストの技術的難度を緩和することを狙ったコンセプトである。多段式ロケットでは各段の獲得速度の和が最終速度となる。 使い捨て宇宙ロケットは全て多段式なのだから、再使用や着陸のためにより多くの装備を必要とする宇宙王冠機を単断で実現することはそもそも過大な要求だったともいえ、まず二段式の宇宙王冠機を開発しようと考えられたのは自然な流れと言えよう。着陸するファルコンヘビーの一段目ロケット下段として使用したロケットを再使用する構成は、 2017年に打ち上げられたファルコン Q の32号機より実際に実用化されている。ファルコン Q は液体酸素 RP-1 を推進剤としたエンジンを使用しており、下段をエンジンの逆噴射により減速させることで垂直着陸させる。ファルコン Q を3本束ねた超大型ロケットのファルコンヘビーにおいても同じ構成が取られている。 ファルコン9以前の例としては、アメリカのスペースシャトルも、この形態に近い。すなわち両脇の大きな2本の SRBS を下段とし、実際は発射時から同時に、最大出力で運転されているのであるが、済むを持つ帯タは、冗談と見るわけである。スペースシャトルの場合、巨大な外部燃料タンクが、使い捨てのため、完全再利用は実現できていなかった。 下段に液体燃料ロケットを使用してより大きな速度を得ると上段の必要加速量が減少し技術的難度が下がる。また液体燃料は再充填が容易であり再発進に必要な時間が短縮できる。このためスペースシャトルの後継機として NASA でもこのような機体が検討されたことがある。上下段とも水平着陸するもの。 上下段とも垂直着陸するものなどが検討された。また、太陽発電衛星の建設を想定した大重量打ち上げ機も検討されたが、当時はいずれも実現には至らなかった。また、低高度では大水力の可能なケロシンを燃焼し、高高度では高飛水力の可能な液体水素に切り替える三液水深系も検討され、 RD-701 エンジンが試験されている。大型航空機に上段を搭載し、空中で分離する。このような用途に使える大型の既存ジェット機は、アオン速のものに限られるため、下段で達成できる高度や速度は小さく、上段には、スストに近い性能が要求される。かつて、イギリスで構想されていた、ホトールと呼ばれる、スストが、 開発を容易にするためアン -225 輸送機から空中発射する形態に改められ、トスとかされたことがあったが、後に計画全体が中止された。旧ソビエト連邦でもマックススペースプレーンが構想された。この構成の利点は、離陸時には単なる大きな貨物を搭載したジェット輸送機に過ぎず、通常の空港から離陸できる点である。このため現在は、 上段に使い捨てロケットを使用した低コストの小型衛星打ち上げ機として実用化されつつある極超音速飛行機を開発し下段とするものである下段が大きな速度を獲得しているため上段の加速は少なく済むこの構成は前述した単段式スペースプレーンの問題点である 複数エンジンを順次使用する不合理さを緩和するため、下段にスクラムジェットエンジン、上段にロケットエンジンを搭載したものと考えることができるため、二段式スペースプレーンとも呼ばれる。西ドイツ時代のドイツで、ゼンガー2という二段式スペースプレーンが構想されていた。この機体の下段に必要な技術を開発するため、スクラムジェットエンジンを搭載した極超音速。 飛行機の開発が行われたが、ドイツ統一による予算減少などの影響で中止された。ただし、もし継続されていたとしても、スクラムジェットエンジンが2009年現在においても実現していないため、20世紀中の試験機開発は不可能だった。多くのトストの一段目は V トール、またはビトール航空機として運用される。DCX は、 VTOL として運用できるように設計されている。DH-1 のような他の設計概念では、ポップアップ、ポップダウンアプローチが取られる。約 60km 以上で車上へ戻る。DH-1 の提案では、上段は実質的にほぼ単段式宇宙輸送機で、より質量分率が高効率で信頼性が最適化される。下段同様、 上段のロケットを再使用する構成も検討されている。下段の再使用を実現したファルコン Q では上段も完全に同じ仕組みで再使用するコンセプトが公開されているが上段の場合下段に比べて速度や熱などの条件が過酷であり技術的な易度が高いことまた実現できたとしても逆噴射用の燃料が性能に与える影響が大きいことから 2018年現在、実用化の目途は立っていない。一方で、ファルコン9を開発するスペース X では、より大型の二段式ロケットである、スターシップにおいて引き続き上段の再使用を目指している。ロシア製、フライバックブースターのモックアップトーストの上段を、使い捨てロケットとし、下段のみを再使用する場合、この下段を、フライバックブースターと呼ぶ。 フライバックブースターは衛星軌道に乗らないため大気圏再突入の速度が遅く耐熱などの対策が楽であるため上段と比べて開発が容易である上段は既存の使い捨てロケットを流用することで開発費を低減できるフライバックブースターには発射地点付近まで戻ってきたり水平着陸や垂直着陸が可能な本格的な 物も構想されており、前述のファルコン9の下段がこれに当たる。一方で、使い捨ての下段を若干頑丈にして、パラシュートで回収するだけの簡素な構想もあり、スペースシャトルのブースターがこれに該当するが、こちらは固体燃料であるため再使用に相当の費用がかかり、経済的ではなかったと見られている。その他、ロシアでは水平着陸可能な、 フライバックブースターとして、ロケットエンジンとターボジェットエンジンの双方を搭載するものも検討されている。この場合は、上段の分離後にある程度の自立飛行が可能となる。JAXA 単弾式宇宙輸送機日本にある通り、後に JAXA の母体となる核前進組織では、それぞれトストの基礎技術とも共通する、スストの基礎研究が行われていた。これらを組み合わせる形で、 トストの構想が発表された。まず、ホープ X を大型化したような機体に、ロケットエンジンと推進剤を搭載したものを、開発する。この機体は、ナスダのロケットプレーンに類似しているが、ロケットプレーン検討時に判明した通り軌道速度に、達しないため、衛星軌道に乗らずそのまま大気圏に再突入して、滑走路に着陸する。この機体は、 技術実験機というだけでなく、使い捨てロケットを搭載して衛星を打ち上げることや、純軌道宇宙観光などに使用できるとしている。次に、ジェットエンジンを搭載した極超音速飛行機を開発する。このエンジンは、アトレックスと呼ばれ、ラム圧縮で高温になった空気を液体水素を利用した熱交換器で冷却し、水素燃料を ターボジェットエンジンに供給する。このため、スクラムジェットエンジンとは異なり、最大速度は、マッハ5程度にとどまる。この機体に、前述のロケットプレーン型機を背負い式に搭載し、空中発射することで二段式スペースプレーンを、実現するというものである。この構想の鍵を握るのは、アトレックスエンジンの実用化であるが、エンジンを搭載した。 最初の実験機の開発が2015年前後と考えられていることから、トストの開発はそれより後になる。ありがとうございます。